皆さんこんにちは。こんにちは。今回は僕たちの経験をもとに面接についてアドバイスをしていきたいと思います。それでは行ってみよう。まず一つ目、面接の流れを紹介していきます。面接が始まってから最初の1分間で自己紹介と自己 PR をする時間がありました。どんなことを話すと？僕はね、自分の強みや頑張ってきたことを入社してどう活かしたいかっていうことについて話したかな。なるほどね。その後はエントリーシートを基づいて質問されることが多かったよね。だからエントリーシートの内容をしっかり覚えておくっていうことが大事かもしれないね。エントリーシートの内容と面接で話す内容を一致させることは重要です。面接の流れとしてはこんな感じです。では2つ目、1年前に僕たちが就職活動で気をつけていたことを紹介します。まず1つは、自分の思いや気持ちを相手にはっきり伝えることが大切です。そうすることで自分自身を相手に知ってもらうことができるね。またその姿勢を示すために相手の目を見てハキハキと喋ることが重要です。どれも基本的なことだけど大事なことだよね。今回は僕たちの就活を思い出しながら流れや気をつけたことを紹介しました。ここまでいろいろと言ってきたんですけれども、力まずリラックスして臨めるといいと思います。緊張すると思うけど落ち着いて言いたいことが詰まったら深呼吸をするといいと思います。皆さんも就職活動大変だと思うんですけれども、頑張ってください。また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。バイバイ。